さあ、メインシャーシにもろもろ取り付けていきましょう。まずここですね、モーターマウント、これなんですけれども、これにいろいろつけるもんがあるので、まずこれですね、ファンマウントっていうのがこれだと思うんですけど、これに 3×6 のボタンヘッド、 3×6 のボタンヘッドってこれですね、6もあればね、5もあるんで間違えないようにしないといけません。6番を、これのここですね、ここに取り付けておきます。モーターのファンをね、ここに取り付けるっていうことになるんですけど、よう考えたらファン持ってないなまた、ね、追加で購入しないといけませんね。まあ角度は多分後で調整ということになると思います。でこっちのこれは、ベルトの、あれかな、ガイドになるのかな。小さなベアリングとシム3枚入ってます。で、1枚と2枚とに分かれて、ここも 3×5 で 3×5 だ。3×5 はこっち。5と6を間違えないように別々に入れておきました。うん。で、SIM 2枚入れて、でもこんなんで止まるのかな、5ミリで。ベアリング、このペライ、こんなとこって止めんの、すごっ。これ、ネジロックもしてないけど、大丈夫かな。あんまりやるとグリってね、いっちゃいそうです。ああ、ちゃんとベアリング回りますね。さすがですね、説明書。ここは下が嬉しいです。で、これでまず、モーターマウントの基本ができたので、で、これで、スパーですね。スパーを、スパーって言うと、プーリーか。プーリー、ベアリング入ってる方がこっちっていうことかな。ですね。で、こう止めるんですけど、この時に、とりあえずベルト通さんとダメと。で今回ベルトこれ2本入ってるんですけど、袋17に入ってました。盗聴なんですね。盗聴ベルト。だから前後が同じ長さのベルトになってるということで。こうやっていいことですよね。確か前輪と後輪にかかるトラクションが均一になるっていうことだったと私は理解しております。間違ったらごめんなさい。で、細かいことですけども、このベルトの横のというか、ここにね、字が出てるんですけど、この向きを合わせておいた方が気持ちがいい。多分回転方向とか関係ないと思うんですけど、字がね、こう逆になってるとちょっと気分悪いかなという、それも気持ちの問題です。でベルトを入れた状態やけど、多分フロントベルトは後で入れられそうやな、まだなまあいった。でこうやって入れといて通して、おい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 、もうフロントいいわ、フロントいい、リアだけ、ここの隙間にちゃんとね入ってほしいから、はい、こういうことですね。うん、あ、こっちも取ってないと、はい、はい、取りました。でこの状態でベアリングが奥まで入っていれば、すっと奥まで、行きましたか行きましたか。今なんかパッチーン言ってたけど大丈夫、うん、大丈夫かな。で、3×6 のボタンヘッドはこれ、 3×6 のボタンヘッドでいいのかな、いいのかな。ベアリング抜けない、この状態だと。ベアリングがベアリングはめてるだけちゃうのかな、どうなってる、ベアリング抜けない、これで
る？あれ？あ、ベルトが噛んだ。ああ、なるほど、なるほど。はい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 。こうなるわけですね。こうか。リアやからね。まあ、大丈夫っぽいですね。はい。大丈夫。大丈夫です。はい。で、ここに 3×6 のサラビス。3×6 のサラビスはこれやね。はい。で、シャーシに取り付けていきます。これも止める位置がいろいろあるんですよね。こう穴いっぱい開いてますから。この中で、一番前のところに一本ビストをして、で、え？なんで？嫌がってる。一番前で合ってる。はい。このカーボンシャーシの向きの都合でこうなったのかな。で、穴の一番前。4つ目の穴ここで合ってる、はい、ね、締め方のノウハウ的ってあるんですよ。どこにビスいくつ締めるとかね、でこの使うビスの素材とかね材質かいろいろあるんですね。まあこうなると、はい。で次はこれなんですけど、これデフボールとスプリングをここに入れるんですよね。でもこれ抜け落ちそうですよね。だから先に、あ、いいのか、この後乗せるからいいんですね。いいんだ。なかなか難しいぞ。ピンセットを使いまして、スプリングを先ですね、力入れると壊れてしまいそうですけど、くれぐれも飛ばさないように穴のところに入れる。はあ、へえ、こんな風になってるんだ。これとりあえずタミヤではこういう構造にはなってないですよね。他のメーカーがどうなってるか知らないですね。例えば X-ray とか、なんだ、インフィニティとかね、無限とかね、シュマッカーとかね、いろいろ他にもありますけど、オーソマティックとかね、あとなんだ、サーパントとかね、あとなんだ、いっぱいありますよね。結構これ奥まで入るんやな。これちょっと入りきってなかった。最初のやつね。はい。なんでやろう。最初に、あ、入った。で、ここにボールを入れる。何のため？こんなの、なんか落とすよね。大変よ。ほら。はい。まあこれいわゆる鉄なんですね、このボールね。だから磁力のあるもの、ドライバーとか、こう今ピンセットもそうなんですけど、ついてくる。押さえてあげたらちょっと収まるよね。なるほど。
こうボコッとなるわけね。このボコッとなるところにこの穴が合うと、はあ、これめっちゃ細かくじゃあ調整できるってことですね。わわわわ。でここにリアはこのギアデフの方ですね。ギアデフの方をベルト通してでするんですけど、このホルダーの向き、ホルダーの向き、ベルトテンション調整っていったこっち側にある、ここにあるわ。とりあえずチョボがミドルからローグリップ、ミドルからハイグリップ向け、まあ、ひとまずチョボ上にしときましょうかね。まずは上にしときましょう。あ、正解という音になりました。こっちも上、こっちも上。これはなかなかこういこう、え、あ、入ってない、入ってない、入ってない。あれ、もっと奥まで入れるんや、これ。ああ、これ入ってる、入ったね、はい、ということになる。うわ、難しい。これもフロントベルトつけてもらう。フロントベルトも字の向き、字の向きを合わせて、でスプール効果、はい。あ、なんかあれ？なんで？ああ、そうか、プーリーに噛んでないからか。なんでこのベルト余るんやろうと思って。プーリーに噛んでませんでした。失礼しました。上、これね。これでアッパーバルク、これを、これもフロントとリアで形が違う。そうか、これですよね、フロント。あ、これか、これとこれがフロントですね、こういうことね。で、ここは 3×8 のボタンで、こう、8本止めます。割ときちっと締めましたの でこれで、まあ、落ち着いてきたかな。おお、はい、ちゃんとこの白くサフェイサーで印をつけたので見やすくなってますよね。ただこれ上につけてるんでまあまあいいですけど、下になってる方がこう目印というかね、こうメモリと合ってて分かりやすかったかもしれませんが、まあいいや。でこうなってます。はい、さあ今度はショックタワーの取り付けですね。フロントトリアのダンパーステイなんですけれども、今回目玉の一つですよね。フロントダンパーステイがセパレートになっております。こうなってますね。で、穴位置はこう、ここで止めるんですよこんな低いところで止めるってすごいな。はい、右と左はないですね。で、この位置で、こういう感じかな。はい、うわー、この画期的ですね。どうやってこの重心を下げようかっていうのが、もう今はね、各メーター大変、まあ昔からそうなんですけど、どん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 重心がこう下へ下へ下がってはきてるんですよね。でダンパーが短くなったりとか、いろいろするんでしょうけれども、まあ高速ハイスピードコーナリングが可能になるということですよね。
で、だからこれ本当バルクヘッドの左右がこれ今つながってない状態なんですよね。本来だとダンパーステーがこうつながっていることによって左右のバルクヘッドが固定されるというかつながるということになるんですけども、それがこの標準ではなってないんで、あれオプションだったかな、オプションのあの2の袋の方に入ってるんだったと思いますけど、この左右をつなぐプレートっていうのがありますんで、それで、剛性を調整するということになると。ねえすごいね、違いわかるのかな、うん、きっちりと締めてあげたところですね。でリアは普通という、ただここがこうくびれてるということは結構あのたわむんですよね。はい、ということで前後ダンパーステ取り付けました。